いつも大変お世話になっております QCE 革新研究所の中村です。今回は製造業の不祥事の防止策を探るということで対策案を提示してみたいと思います。多くの企業はいろんなことを社内で話し合って違反意識をなくそう、あるいは教育マニュアルを充実する、さらには監査を厳しくしようということをなさってるんですが、これはこれ大変意味があると思うんですが、従業員にとって果たして有効だろうかということですね。ここに整理して不祥事の内容を整理すると、ここに詳細はあるんですが、縦軸に個人が犯した内容、そして横軸が対策という分類がなされます。これは実際に起きた事件です。で、こういう事件が起きますと、判をしたように経営トップが一斉に頭を下げて申し訳ない。特に真摯に現状を受け止めなんてやってるんですが、結局は事後処理なんですね。退任劇もありますけども、分析すると、一時的な利益を求めてということで、とても信じがたいような内容が起きているというのがコンプライアンス問題の大きな内容です。じゃあ経営者が語る不祥事対策っていうのはどんなのがあるかということですが、企業間の問題にこういった内容が絞られている。しかもトップの激しい発言があると忖度が起きて、そういう事件が起こしやすい。そして、いろんな監査機能があるけど結局そこへ丸投げしていて、経営の中に位置づけられてないんで問題が回避されてない。でやってることはですね、こういう組織がやってることはいわゆるマニアの整備や教育ばっかりをやってるということですが、結局はアリバイ作りになっちゃっててですね、具体的な活動になってない。まあ、このためにここにあるように監査っていうのはいろんなですね、評価がなされてるわけです。まあはっきり言って申し訳ないけどあまり意味のないような内容ということですね。じゃあ監査にいる人はというわけですが、まあいろいろ仕事しているですね、企業の方が何か悪意を働くんじゃないかとこういうふうに見ていくってわけですね。だから常に監視しているということですが、これはですね、なかなか難しいと思いますね。不正防止対策には整理するといろんな内容が取られてきました。これはここにあるように研修会で紹介している内容ですが、こういった内容というのは制度や体制、取り締まりを強化して教育やなんか一生懸命図るんですが、外堀対策なんですね。直接効果っていうのは期待薄なんじゃないでしょうか。ではということで専門家たちの意見をお聞きすると、ずるとごまかしの行動科学ということで、こういう環境を作るとですね起きやすいというわけですね。さらに外部の利害関係が少ない人は監査しないとダメだって言うんですが、なかなかこの独立した機関で外部の監査っていうのは難しい。やはり人間は長い間一緒にいるとやっぱり癒着みたいなのが起きますということで、ノートレランス原則っていうことで不正を見える化しようということで犯罪環境学がですね盛んに使われているっていうのが実態です。それではというわけですが、違反制度の限界、教科書的な弱点を整理するとここにあるように次々と問題が出てきます。要は、いろんな規則作っても罰金罰則がないとダメ、しかも発生時点にですねそれを抑えないと、目をつむことにならないということですね。まあ、こういった観点から有効策を整理しますと、性善説ではどうもうまくいかない。取締りでも従業員たちはかなりの負担を感じてしまう。ということになると、内部監査を上手にした、この C 方式、これがいいんじゃないかと。しかも物理的条件でやっていくということをお勧めしたいと思います。それでは具体論を紹介したいと思います。先ほどからずっとお話しているように、いろんな法律を作ってですね、規則を作って問題を掘り下げる、なんてことやっててもですね、結局、工数をかける割には成果が薄い。そこでおとり作戦を使うということで、おとりはですねこれは偶発的に流すということですね。要するに相手に悟られないように流す。そしてヒヤッと品を捕まえるってことは結局製品でですね、本当の不良を出さないわけですから意味が大きい。
しかも抜き打ち監査になるということで、ある一種の内部監査ですが、おとりを流すということで目をつむ、しかも問題が起きた時にすぐフィードバックかける、でその場でもう違反を取り締まるということをやれば予防が効くわけですから、無駄な経費を使わずに上手に内部監査を利用することによって問題を小さい時点で捉えることができるはずです。優良企業はもともとこういうものを消失しているはずなんですね。ですからいろんな組織を作って対策していればすでにないわけですが、そうは言っても起きる危険性があるというところには、おとりを使ってキュータットで問題発生時点にバッと手を打っていくと、これによってヒヤッと対策でやりますから、もともとですね不良品がお客さんに流れる心配がないので、不祥事が起きない環境が出来上がるというふうに思います。以上が対策の例ですが、皆様の活動に何かのお役に立てば幸いです。